ユーダ中継山の周囲に広がる片上湾及び日生諸島ユーダ中継山は岡山県備前市にある山である。瀬戸内海国立公園に属し、眼下に広がる片上湾や日生諸島の眺望が良い。岡山県備前市、片上湾の入り口に位置し、同じく瀬戸内海国立公園に指定されている日生諸島とほど近い景勝地である。湾内外を行き交う漁船、点在する瀬戸内の島々、岡山ブルーラインの片上大橋、養殖の牡蠣、イカダ等が見渡せる。蘇島、大鳥島、鶴居島といった日生諸島のほか、天気が良ければ香川県の小豆島や四国もうっすら見える。頂上には、ツツジサツキ、桜などが植えられており、季節になると彩りを添える。また、文学者の正宗白鳥が表した入江のほとりは、生家がある、この片上湾周辺がモデルになっている。その昔、長い日照りで農作物の被害に苦しんだ農民たちが、感電降雨の祈りを込めて、山頂で雨乞いの戦艦噴を行ったところ、にわかに大夕立が起こったと言い伝えられている。そのため、このような珍しい名前がついた。以前は、麓の休憩所から1時間弱の曲がりくねった、徒歩道だったが、自動車で登れる範囲が拡大整備され、徒歩のみの小径は山頂までのわずかな区間となった。ありがとうございます。